皆さん、これを指に結んでください。電話をできるようにします。通常をはるかに超えた意思の疎通が可能になります。皆さんは私の指示に従っていただきたいのです。陣中視察と行くか。私は今の宇津世の人間は皆間違っていると思います。自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。その中にお前たち魔女も含まれるってわけか。私のお師匠様は昔この近隣の人里で暮らしていました。ですが人々はお師匠様を排斥しあの森へと追いやったのです。私許せません。お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。だったらやめりゃいい。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずがない。絶対。それよりセルピコさんや石泥さんたちの方はどうなっているんですか。これは神がこの村にお与えになった試練です。祈り耐えるしかないのです。他の連中は。この旅自体、私は今でもお止めすべきではと思っていますが、あの笑顔があるなら、よしとすべきでしょうか。風の精霊、何者にも縛られず、どこへでも吹いてゆく。皮肉なものです。私には一番縁遠い。他の連中は。坊主はどうしてあの方たちと旅をしとるんだ。俺は武者修行の旅の途中、ガッツの兄ちゃんには剣を教わる契約になってんの。あの剣士さん強いもんな。だろう。あいつこそ怪物を食らう怪物だぜ。憧れとるんだな。利用してんだよ。まあ当座の目標
つうくらいにはしといてやるか。物語の中の存在に過ぎないと思っていたトロールどもが、まるで物語から抜け出したかのように暗がりから立ち現れました。なるばかり。もともと貧しいこの村では餓死者を出さないだけの暮らしが精一杯。そこへこのトロールによる襲撃があり、村はもはや滅亡の一歩手前なのです。領主様は出兵なされて今や城は空っぽ。ましてトロールの我らは座して死を待つより他な。家畜小屋の番に当たっていたテッドが、テッドを助けるため飛び出したハンナは、二人は結婚したばかりだったのに。
ロールです。私の元へ。さあ、中へ急いで。こっちです。急いでください。とりあえずこいつらを追っ払っちまうか。うじゃうじゃ来た来た。こういう時、あなたほど心強い人はいない。こりゃ切れないよ。毎度のことだけど切れがね。邪魔な奴らだ。血が化け物だか分かりゃしねえ。今こそエルフ次元流の威力を知らしめるのだ。やれ。人間技じゃねえぞ。もんだか分かりゃしねえ。化け物だか分かりゃしねえ。俺様に任せとけ。あなたほど心強い味方はいませんよ。わかりゃしねえ。いざを勝つ。今こそエルフ次元流の威力を知らしめるのだ。獣だか分かりゃしねえ。片付いたな。南門からトロールが橋へ向かってください。了解だ。邪魔な奴らだ。イラつくぜ。
これ以上トロールが村に入り込まないように橋を落としてください。橋を落としゃいいんだな。さてどうする。ガッツ、あれ使えないかな。見張り台か。なるほどな。やってみねえ手はねえな。お前らと遊んでる暇はねえ。橋の方は型がついたぜ。ガッツさん、川を遡って寺院に戻ってください。川？橋のたもとから降りられるはずです。なるほどな。
まともに食らうとやべえな。村に何人か逃げ遅れた人が、救出してください。手間のかかることだぜ。お前らと遊んでる暇はねえ。大丈夫か？助かった。ジーンに行け。ありがとう。ガッツさん、あと5人です。邪魔な奴らだ。そこどけ！
食らうとやべえな。頼みましたよ、精霊さんたち。立てるなら寺院に行け。ああ、ガッツさん、あと4人です。邪魔な奴らだ。
大丈夫か？ええ。寺院に向かえ。はい。ガッツさん、あと3人です。邪魔な奴らだ。